伊藤ゆり伊藤ゆりは、ミュージシャン、歌手、小説家、放送作家、作曲家である。長崎県長崎市出身。ソロユニットコリデールの作詞、作曲、ボーカル、ギターを担当。2020年現在は、伊藤、ゆり名義で活動中。長崎市に生まれる。長崎県立長崎東中学校、長崎県立長崎東高等学校を経て、 静岡大学中退。5歳からピアノのレッスンを受け始める。幼少期の将来の夢は医者。集団で歌うことは苦手。空手を習っていた。黒帯。テニス部を経て中学2年2学期から高校卒業まで吹奏楽部に所属する。担当はユーフォニアム中学でバンドも結成。バンド名は右ネジの法則。当時の担当は ベースボーカル。本人の趣味思考は方角だが中学時代よりバンド活動ではディープパープルやメタリカ、オジー・オズボーン等、ハードロック及びヘビーメタルに傾倒。中学3年時の文化祭でバンド演奏を申し出るが、文化祭は遊びではないと教師から却下され、代わりに全校長会でバンド演奏を披露。高校2年時に 長崎市稲佐山野外音楽堂で開催された音楽イベント夏。まだまだ長崎から実行委員長を務める。同イベントは長崎市出身のミュージシャン佐田正史によって開催されていた夏、長崎からと同じフォーマットにのっとり開催されていた音楽フェス。大学在学時よりソロ音楽ユニットコリデールを立ち上げ東京下北沢をメインに 楽曲制作やライブ出演を行う。2013年8月、初のワンマンライブラムシープ羊大作戦、コリデールワンマンライブを下北ザービッグマウスで行う。2015年より、ジャパンメンサ会員。2016年3月、ニコバーアコースティックライブニコバー上野店主催。コリデール単独アコースティックライブ銀座開催。小編小説。 つぼしで新脈文芸賞受賞。2017年3月、100人来ないと始められない件について、コリデール5年と半年ざっくり記念パーティー。開催。ドキュメンタリー映画、夜間もやってる、保育園にてオープニング劇中エンディングの歌唱を担当。ロージャック4、カウントダウンジャパン17、18予選通過2018年5月、ギター1本、アコースティックライブ。 コリデール、久々のプライベートライブ。銀座のバーにて開催。9月、埼玉県四季宿ローバー FM にて、ラジオ地雷源のメインパーソナリティを務めることが発表される。地震発のラジオ番組。11月2日より、ラジオ地雷源の放送が開始。毎週金曜日23時30分からの30分番組。初期のテーマは、夜中のテンション。2019年。 テレビ出演で、歌披露。約1年休止状態にあったライブ活動を再開。2020年9月より複数回にわたって、森田同時のトリビュートライブに出演。約20曲もの森田同時楽曲を歌唱。着任時期は不明だがジャパンメンサ運営委員。2016年に出演したニュースの2人において、1日の、ほとんどの時間を。 ドラマ視聴に費やすという特殊な趣味が取り上げられ、ドラママニアとして知られる。自身のラジオ番組内のコーナーで2020年より、ドラマ作品の評論を行っている。リスナーからリクエストされたドラマ作品を評論する、同コーナーでは出演者が連続している作品を一気に見るとしており莫大な時間を割いているとみられる。iTunes Store、Apple Music、Spotify、 ラインミュージック、グーグルプレイミュージック、YouTube ミュージック、Amazon、クックバックス、ディーザー、モーラ、レコチョク、レックミュージック、ディーヒッツ、ディーミュージック、ミュージック .jp、ドワンゴ jp、エトセトラ各種音楽配信サイトにてダウンロード、およびストリーミング販売中。コリデール名義ドキュメンタリー映画、夜間もやってる、保育園、オープニング、劇中、エンディング歌唱。 ライブ配信アプリビゴアドトラック音楽、ブラマヨカミリサーチテレビのネタ元はこれだ。ニュースな二人、お一人様で何が悪い、その奥に潜む孤独死ニュースな二人、一人で死ぬということ、孤独死の現場を直撃ニュースな二人、変色家たちの怒り、好きなものだけ食べて何が悪い、借金、チャラにします。ラジオ地雷言語マ、S ラジオショーフライデー号法 IT ラジオ平井 ありがとうございます。